生田さんもまーちゃんも私もここ3人は5年間は一緒にいるわけじゃないですか、うん、え、なんで笑った確かにそう、5年間は一緒にいるからもうなんか相手のこと何でも分かってるというかいや、分かってなきゃいけないと思うんですよ。ごめん、まず春菜は分かるけど生田さんは分かんないかもしれない。え、言っていい言っていい、あの、えり、まさきちゃんは分かるかもしれないけど春菜は分かんないすごい微妙な三角関係が出てますねそうだ、だからここではこれ自分クイズを出して当てられるかっていうのを、じゃあすごい簡単なの言いますよ、うん、あの、メンバーなら分かる、うん、この間台湾に行ってきたんですけど、うん、私が台湾の飲み物ですごくこう飲まなきゃ飲まなきゃと思って飲んでたものは何でしょう。はーい、まーちゃん、タピオカミルクティー。あ、タピオカミルクティーも飲んだけど違う、全く分からん。はーい、はい、ほうじ茶。飲んでない。はい、はい、プアルチャ。プアルチャでもないです。ヒントちょうだい、ヒント。私とクドゥと尾形ちゃんが飲んでた。はーい、お、シュガフ。飲むの。あー、あ、あーちゃん、パイナップル、パパイヤ、なんだっけ、あの、なんだっけ新しい、なんかものが見えた気がする。パパイヤ、もう正解。すごい、なんかその台湾のその一緒にいたスタッフさんがなぜかわかんないけど私、クドゥ、尾形ちゃんの3人にパパイヤミルクがいいんだよって勧めてきたやっぱりこう一緒にね、モーニング娘。として活動していく上で、いかなる時もメンバーがどこにいるかっていうのは察知しておかなきゃいけないと思うんですよ。はい、そうですね。コンサート中にね、もしハプニングがあった時に、すぐに気づいてあげられるようにっていうのをこう、なんていうんですかね、こう鍛えるために、そうですね、はい、今日はかくれんぼをしたいと思います。なんでだろう。なんで、え、ちょっと福村さん、あの、はい、向こう行っててもらってもいいですか。探したくない隠れる場所、はい、何を言ってるからね、リーダーは。隠れんぼって、え、隠れんぼってコンサート中にするもの。いや、コンサート中に隠れんぼする人とか聞いたことないのなんで楽屋で言ってくれなかったんだろう。ただなんで急にいらんこと言うかな。じゃあ皆さん、あの、うちの水木お嬢様がどうしてもかくれんぼがしたいということなので、一緒に探していただいてもいいでしょうか。いいですかねえ、ほら、1階はちょっと下から探せるし、4階は上から探せるし ねこんだけ鬼いたら、まあ見つからないことなんてないと思うので。よし、福村さん、はい、かくれんぼやりましょうか。やりましょうかやりましょうって。じゃあ、おばちゃんが鬼ね。え、わかりました。なんで自分で来たら誰か隠れるから。そう、みたい。隠れるわそう、みたい。じゃあちょっとほら、おだ、目つぶって20秒ぐらい、いや、10秒でいいよ。数えてね、はい、私どこまで探しに行ってもいいんですか。あ、1階から動いちゃダメ。はい、わかりました。 OK です。よーい、スタート。あの、天井に…ちょっと、いなくなっちゃったの。いなくなっちゃったの
ですか？つけていただいて。え、待って、いないんだけど。え、待って待って待って、そんなことあるかよ。嘘嘘嘘、え、小田さん、もうね、すごいよ、うちのリーダー。え、嘘、ごめんなさい。待って待って、私、鬼だから、鬼だから。いや、もうさ、おかしいでしょ。どんだけ奥に入れば気が済むんですか。工藤さん、工藤さん、ごめんなさい、カメラさん、出てきてください。見つけた、見つかっちゃった。え、もしかして福村さん、はい、コンサート中にここなら隠れれるとか思ってました？うん、うん、じゃない、うんじゃないわ。え、待って、じゃあ今回隠れんぼしたいって言った理由は？歌ってる最中に隠れそうな場所を見つけたから。集中してくださいよ、コンサートにね。本当ですよ。なんで隠れる場所探しながらやってるんだろう。今日、今回セットがすごいさ、なんか豪華だからさ、下とか入れそうだなって思っちゃって。いや、ライブにはぜひ集中してください。いや、本当、まあ、無事ね、小村さんも見つかったということで、そして続いての曲の準備もできたそうなので、次に行きたいと思います。